わかんないな。じゃあ、ちょっと。クリエイティブトレイン。皆さん、クリエイティブトレインへようこそ。1月ナビゲーターのアーミヤです。この番組は様々なジャンルで活躍中のクリエイターが登場するインストールをテーマにしたインタビュー番組です。皆さん、今回は注目のあの方が登場します。まずは自己紹介からお願いします。漫画家の浅野いにおです。ご出身はどちらですか？茨城県です。好きな食べ物は？好きな食べ物はキノコです。全部食べれるから座右の銘は？座右の銘は全然それ意識したことないんですけど、万事塞翁が馬っていう言葉がありまして、噛み砕いて言うと、まあ、悪いことがあってもそれがきっかけでいいことが起こるかもしれないし、まあ、逆に言うといいことがあっても悪いこそれが悪いことにつながるかもしれないっていう、例えば僕漫画家なんで、なんかこう人間関係のトラブルとかがあっても最悪それ漫画で描けばいいやっていうふうに思えたりもするんで、ちょっとその言葉は昔なんか小説かなんかで読んで知った言葉だと思うんですけど、結構残ってますね。タイムマシーンがあったら過去と未来どちらに行きたいですか？未来ですね。まあ、昔何があったとしてもあんまり自分に影響ないっていうのと、今の自分に生かすという点では未来の方がだいぶメリットがあるかなと。浅野さんについて分かってきました。それではより詳しいお話を聞いていきましょう。クリエイティブトレイン、チャンネル登録お願いします。そうですね、子供の時は結構絵に描いたような真面目な子供というか学級委員タイプでしたね。実際よく学級委員とかやってましたからね。まあ、結構ね、先生の顔色も伺えるタイプだったし、影はそこそこ薄い感じだったとは思うんですけれども、やっぱ自分の立ち位置みたいなものを結構意識していたんで、子供の時から。で、小学生まではね、結構このね、そこら辺自分の意思でコントロールできるんですけど、やっぱ中学生ぐらいになってくるとね、本人のどうにもならない資質みたいなもので結構こうふるいにかけられていったりするんで、中学高校ぐらいで、まあ、どんどん自分の思い通りにならないなっていうふうにはなってたんですけど、その最初に漫画の原稿を持ち込んだのは17の時だったんですけど、もうその頃にはもうすっかり勉強できなくなってたんで、やっぱりこう人と競うからには得意分野で競った方がよかろうっていうのがあったりして、だからそういうなんかね、勉強とかね、学歴とかでね、人と競ったら負けてしまうっていうふうに思ったんで、なのでなんかこう普通に大学に進学して就職するっていうルートじゃない何かがいいんじゃないかなっていうふうに思ってたんですよね。で、高校2年の終わりの春休みの時に、まあ、初めてじゃなかったんですけど、まあ、原稿用紙にちゃんと漫画書いて、でそれを持ち込んだら、まあ、本当なんかいろいろ偶然が重なって、その1週間後ぐらいに掲載が決まったんですよ。なので、もうこのチャンスを逃すわけにはいかないという感じで、結構その時からしがみつくように、その漫画業界にどうにかしてこうね、残っていかなきゃなみたいな感じにはなったんですよね。ほとんど読まない、もうほとんど読まないですね。で、面白いものももちろんあるんですけど、じゃあ自分がそういうものを書くかっていうと普通に書かないし、自分が漫画家になってなかったら、まあ、まず読まないだろうなっていう。
もちろん漫画っていうのは絵があってあらすじがあってっていう、まあ2つの大きな要素があるんですけれど、それ以前にその作品がこう、まあ、誰に向けてどういう層に向けて作られてるかっていうものをやっぱり意識しないとブレちゃうんで、そのもう ストーリー云々以前に何かこうはっきりとしたコンセプトみたいなものが僕は結構重要だと思っていて、そもそも漫画ってこういうもんだよねっていうみんなの共通認識ってあると思うんですけど、それってまあ長い時間培われてきたまあローカルルールっていうかがすごく多いんですよ。だから例えば漫画ってなんかここら辺に効果音がドーンって入ったりするじゃないですか。でもそれもまあ誰かが発明したものをみんな習ってやってるだけであって、本来的にはすごく特殊なルールなんですよね。絵の中に文字があるみたいなものって、そういうものも本来的にはこう疑ってもいいものだとは思うんで、だからそのそれまでの既存の漫画の作法っていうものを一回ちょっと解体して、逆に言うと漫画が好きじゃない人でも漫画に全く触れてない人でも読めるものみたいなものを僕は結構普段から意識してるんですよね。特にそのセリフを考えるときっていうのは僕、まあ頭の中にその登場人物を配置して会話させて、なるべくその実際の人間の会話と同じぐらいのペースで会話してるところをまあ想像して、それをなんか文字に起こしていくんですけど、なんかそうすると結構矛盾してる部分があったりとか、言わなくていいこととか余計なことも結構会話の中にあるんで、それをこう、まあ、絶妙に配置していくというか、まあもちろんなんかなんとなくあらすじみたいなものはぼんやりとは最初にないと何も始められないんですけど、やっぱそのキャラクターの個性とか、人のタイプを決めるときに一番僕の中で手っ取り早いのは、その人が住んでる場所を設定することでなんとなく想像がつくというか、まあ東京の中でもこの特定のこの区に住んでる人っていうのはなんとなくこういう人みたいなやつって自分の中のイメージがあるんで、それが結構初期段階にありますね。もう普段作業する時はもうずっと僕ここにいて、そのみんなうちのスタッフがリモートワークになることになって、ちょっとアナログの原稿のやり取りがすごく大変になったんで、まあ、これを機にフルデジタルで、漫画の原稿を書けるようにせざるを得ないというか、そういう風になったんで、だからまあ普段使うソフトとしては僕は作画に関してはフォトショップというソフトを使ってて、それでこの中で写真の加工とペン入れと、あと最終的にスクリーントーンと呼ばれるまあグレーに見える部分を塗っていって漫画の原稿として仕上げるんですけれども、その一連の流れは全てこのパソコンでやっているという感じですかね。で、プラスその写真の資料でどうしても集めきれない部分であるとか、例えばロボットであるとか、その現実に存在しないものもアシスタントとそのデザインとか形ってものを完璧に共有しないといけないんで、例えばロボットとかラフのイラストがあったとしても細かいディティールまでその説明しきれないし、人によって描き方がバラバラになっちゃうんで、それが嫌で僕はその 3D の CG ってものをでメカを作って、それをあたりに、うちのスタッフが作画していくっていう風にしてるんですけれども、猫が薄から好きなんです。これは多分15年ぐらい前に、はい、友達がすごいレゴが好きで、その友達になんか勧められて買い出したんですけど、なんかこれもこのレゴってこの関節をどうやって作るかっていうのはすごい課題なんですけど、関節用のパーツっていうのは存在しないんで、自分でちゃんとこう腕が90度以上曲がるようにするには何のパーツ使ったらいいんだろうみたいなことをいろいろこう研究しながら
作ってたりして、で僕のその友達もロボット作るの好きなん で唯一僕がそのレゴの話できる人ってその人しかいないんですけど、お互いその関節を見せ合って、これはいいねとかねこれはこうした方がいいんじゃないかみたいなことを言い合ってるんですけど、いろいろと分かってきましたね。それではあなたはクリエイターとして普段どうやってインストールしているのかを教えてもらえますか？エゴサーチとリアルタイム検索ですね。まあもう本当にずっとそればっかりやってるんですけど、僕の漫画って結構その主人公にずっとフォーカスしてっていう物語の作り方っていうよりは、ちょっと群像劇っぽい感じが多いんですよ。だからその自分はこう思ってるっていうだけじゃちょっと作れない部分があって、自分と意見が違う人とか違う文化圏にいる人のこともちょっと把握しておかなきゃいけないっていうのはまずあるんですけど、やっぱそういう時って自分とは違う考えを持ってる人っていう人が何を考えてるのかっていうことを結構積極的に理解しようとしないと、登場人物全部自分になっちゃうんで、エゴサーチとかしてて、まあイラッとする内容っていうものは自分とはなんか違うことを考えてる人なんですよね。だから僕そういう人見つけたら結構しつこくそのアカウント飛んで、その発言の前後の文脈を結構しつこく見るんですよね。で大体見ると最初は僕もちろんそのイライラして見始めてるから最初怒ってるんですけど、やっぱ前後の文脈見ちゃうと一様に怒れないなんかこうものっていうのは全容が見えてくるんですよね。どんな人でもこう事情があるというか、その発言に至る流れもあったり、その発言をする人間性みたいなものも見えてきて、別にね、自分がムカつくことを言ってる人が必ずしも嫌なやつっていうふうにやっぱもう限らないわけで、だからそうやってなんかなるべくその自分と自分以外の他者ってものをその俯瞰的に見れるようにしなきゃなぁと思いつつ、ずっとパソコンのモニターに張り付いてるっていう感じですね。ここ最近の流れを見ると、今後その漫画業界といっても一言で言っても変わっていくと思うんで、なんか一概にこういうスキルがあったら有利だよってことってなかなか言えないんですよね。でもまあこれは別にその漫画に限った話じゃないと思うんですけど、やっぱ最低限の理解力と勘の良さがあれば、まあ別に漫画じゃなくてもうまくいくとは思うんですけど、まあ最低限やっぱそれって必要だよなとは思うんですよね。結構なんかその漫画家で、その漫画好きな人って、まあもちろんいっぱいいるんですけど、漫画が好きっていうだけじゃちょっと乗り越えられない部分ってあるのかなと思うんですよね。なんせその漫画自体がどんどん変わっていっちゃうんで、その人が言ってる好きな漫画っていうのは、まあ過去の漫画ってことじゃないですか。だからそれの再生産をしても多分取り残されちゃうだけなんで、むしろその漫画以外の部分からその時代性とかそういうものをちゃんと吸収していける人っていうのが作家として残るのかなとは思いますけど。興味深いお話がたくさん聞けました。勉強になります。クリエイティブトレイン、お楽しみいただけましたか？次回も素敵なゲストさんがお越しくださるようですよ。来週もお楽しみに。この番組はヨースターの提供でお送りしました。この動画が面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録を、そして公式ツイッターのフォローもお願いします。